休憩に一回休憩入れて甘いのを入れて食べましょうずっとあ、マシャル止めカットするから。え、あ、全然全然大丈夫やから。あ、バナナ美味しい。バナナとシークワーサーとちょっとさっぱりしてから、さっぱりしてからもう一回ガッツリ食べようかな。ありがとう。おしぼり。変わってきた。ちょっとオレンジっぽい。昨日イッテ Q で鬼奴さん出とって、鬼奴さん綺麗に赤入ってて、やっぱ赤ええな、また赤かな。そうか、出てもな、なんか赤か、なんかあのアスカみたいなオレンジかな。これで宿毛当てやんでようなったらいいんだけどな。そう、塩と昨日は、そう、昨日塩せんへんかって、昨日おとつい塩したから、昨日は湯だけ、湯シャンって言って湯で8割汚れ落として、でスリンスだけやってん。それで昨日もうこれまっすぐ、いや昨日はもうシャンプーなしで、だからスリンスだけ毎日したら、で塩シャンは2日に1回でええかなと思って、でいきなりやっぱり塩シャンプーが抵抗ある人は週に2回ぐらい普通にシャンプーしたりで、週1回にしていって、最後あの塩シャン 100% にして、でやっぱり2日に1回とかとか3日に1回とかで、最終塩シャンも1週間に1回とかでもええかもって。でも塩ってミネラル入るから、なんか塩シャンしてもええんちゃうかなと思うんだけど、まっすぐ、うん、まっすぐなると思う。で考えた、爪がここがへこまになってきたから、よう考えたら新しく生えてくるやつが綺麗になってきとるってことは、このプリンの黒いとこの黒いとこは、だから赤やったん7月やったもんな、だから塩やりだしたん8月やから、この黒いところは新しく生えてた髪やから、ここが素直になってきとんのちゃうかな。だからもうこの辺なんか、この辺なんかもう3年ぐらい前の髪の毛やから、もう3年ぐらいの前の髪の毛がなくなって、全部がこの今年の8月の毛になってきたら、多分綺麗な髪になるのかな。だから2、3年塩続けるなんか、3年後ぐらいには綺麗な髪の毛なんだよ。だからそう思ってそれをやっていこうかな。ほんま宿毛シャンでようなったらめちゃくちゃ楽になるんだけどな。昔は直毛やってん、丸刈りされたら
癖が出てきて、それまで綺麗にまっすぐやったのに、あのカッパみたいな髪で昔からカッパみたいで、なんかちっちゃい時からいとこの兄ちゃんにカッパ言われてたからで、カッパの三平って漫画あってんで、カッパの三平みたいやカッパの厚っぺって言われたからな、もうこれ昔っからカッパ言われてるから、結構カッパ好きやから、いじってくれたけど、結構好きやったけど、カッパいじり面白かった、どこ行ったの、名前書いておったりしてた、あっちゃんのことカッパカッパやとった兄ちゃん死んでしもうてんけど、50ぐらいで死んで、若くなんか分からん病気で、医者も難病で分からへん、ミトコンドリアなんとか症候群、人間の体の中にミトコンドリアがあって、そのミトコンドリアが異常反応を起こしてっていうとって病気で、ね、なんかだんだん記憶がなくなっていって、で死んでしまって、かわいそうやったわ、最後知らん間に死んで、最近会わへんな間死んどって、その兄ちゃんの誕生日が一昨日10月10日やって、なんか思い出すなって言っとって、子供とこの近所に住んどってんね、あの辺に住んどって一時期あそこのマンションに住んどったんやアネックスに、ここやっぱ通った思い出すね、ね、そこの奥はでよう会うねん来たら、ねえの、そうだから、そのくら寿司とかあそこよう来とって一緒に食べてたりしとってんけど、大好きだね。裏返していいかな表だけ、表が片面だけバターが、子供じゃがバター好きで、塩よいしょ、この美味しい感じだ、
これ、うん、結構バターあるからバターなくなったら焦げるかも分かる。まあでももうちょっといいかな。芋が焼けへんかも。抜けるかな。あ、もう一個入るかな。ちょっとこれあれかな、芋を茹でてくれたのかな、かもわからんな。生じゃないかもわからん。チンしてんのかもわからへん。ガリガリガリの家やなんか。つかめへん。ありがと焼肉したいなぁ、言うて。で、家でした、くざいやん。どっか食べに行こうか、あれな。焼肉なんか食べに行って食べるほどのもんじゃないって、家でしてよ。いやいや、家臭なるかも。めんどくさいし、って言うて。どっか食べに行こうよ。出ていくめんどくさい。焼肉やったら取り方がいいわ、とか言うし。わかったよ。だけど、鶏も家で焼いたら、すごい油飛ぶねんな。こういうとこか。
うちの子でも鶏と豚が好きやね、やっぱり牛より。うん、あ、そう、あったな、うん、なくなったかな、あったな、今やつな、めっちゃ乗せられるな。あ、つつつつかな、よいしょ。ジャガバターさんが焦げちゃいそうです。やっぱり天然は美味しいな。なバタコじゃない、これバタコなの、赤が美味しいの、美味しいね。あんまり見ますね、アイスとかかけても美味しいかかる。アイスかけて美味しい。アイス美味しいね。アイスに塩かけたらめちゃくちゃ甘み出るから。うん。結構どこやったか、どっか塩バターやってるアイス屋さんあって。あ、塩バターじゃない、塩アイス。あ、塩アイス、塩バニラ。全然違うやろ、塩かけたら。ここの人も確か何かいい宗教だから、岩塩や、ここのもフランス岩塩、そうね、あんまり入れすぎたら今度あの甘みが飛んでバターみたいになるやん、それがまた美味しい。お芋さん熱っ。あそこ岩戸館、あの横かどっかも、あの岩戸の火を使ったアイスクリームあんねん。今度行ったら食べよう。あ、落ちた。落ちたよ。いやー、服が汚れた。あ、ありがとう。よいしょ。うん、うん。あ、ほんじゃ。デラート、行ってくる。中間デラート。いっぱいアイス持ってきて、うわ、アイスカフェラテ、岩塩ちょっと行ってみよう。画面も美味しいね。わ、マンゴー。
マーブルなんとか、あ、ラムネや、レモネ、取ってきすぎだからすごいほんまおやつとか欲しいなと思いになってきて、いやねんけどアイスは妙に食べたいねなんでやろうねあれ、調子いいな。
もうなんかめっちゃ食べ過ぎた。あ、どうしよう、めた。すごいし。もうほぼ 久々になんかフルに胃がフルに膨らんだ気がする。最近ガッツリそこまで食べへんから。おお。炭酸水ね、ちょっとお腹がすくんだよ。あ、大丈夫、うん、今日挟まらへんかった。なんかめっちゃ左の上側挟まんねん。うん、親知らず抜いたからかな、歯ずれたんかな。一箇所挟まる場所、毎回同じとこや。炭酸水入れたらちょっとついた。チョコレート。炭酸水で拭いたら取れるんだよ。炭酸水で。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあちゃんの夕飯動画はこの辺で終わりにしたいと思います。またね。バイバイ。